右端が、ボルトノフスキ。1938年10月12日、ブワディスワフ・ボルトノフスキは、ポーランドの軍人、少将、ラドム出身。クラックフのヤギエオ大学で医学を学び、1913年、予備役小工学校を卒業。第一次世界大戦時、1914年8月に、ユゼフ・ピウスツキのポーランド軍団に入隊し、 1> 第1不評連隊の小隊長、第5不評連隊の中隊長、第7不評連隊長副官を歴任。1917年7月の軍団解散後、ベニャミヌフに抑留。1918年4月から、ポーランド軍事組織クラクフ管区の指導者。1918年10月、ポーランド軍に入隊し、第5不評連隊の中隊長、大隊長となる。 ポーランドソビエト戦争時、第一不評師団参謀部の作戦将校、エドバルトルイツ・シミグーイ将軍の参謀大参加長、第三軍の第三課長、後に参謀長を歴任。1922年、フランスの高等軍事学校を卒業。1922年からビルノの軍監察本部、将校。1925年5月から、 最高軍事会議第3課副課長。1925年10月から第37、不評連隊長。1926年11月から12月、参謀本部第3課長。1927年1月から第26、不評師団長。1930年4月から第14、不評師団長。1931年11月から座模市地の 第3不評師団長。1935年10月、ポーランド軍観察総監特別委任召喚に任命。1939年3月から陸軍観察官。ドイツ軍のポーランド進行時、ポモジェ軍を指揮し、ポーランド回路地区に展開。開戦後、ポモジェ軍は東西から攻撃され、残余部隊は包囲された。9月9日。 タゲウシクチシェバ将軍に軍の指揮権を委譲。その後、捕虜となり、1945年まで収容されていた。戦後、在外ポーランド人中で民族運動を引き、ロンドンのユゼフ・ピウスツキ研究所所外所長となった。1954年、アメリカに移住し、1961年から1962年、アメリカのピウスツキ研究所所長となる。 ありがとうございます。